9時30分になりました。Eニュースをお伝えします。このところ雨の日が続いていますが、この連日の雨で困ったことが起こっています。キノキオさんの家は洗濯物が干せず、毎日同じ服を着て生活しているのです。またテイルーさんの家ではカビが大量発生しているのです。わしのみに聞きました。平和が一番です。あまりピンとこないです。はい、次のミーニュース、イカヤマお伝えしました。こんばんは。おならすきました。お腹がすきました。いただきます。土曜日ですね。今日はお休みですか？私のそっくりさん。いただきます。いただきます。お買い上げありがとうござい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 ました。こんにちは。万引きと喧嘩しました。腹が立ちます。いただきます。気分が良くなりました。仲直りしてこようと思います。こないだはごめんなさい。こちらこそごめんなさい。
ありがとうございます。仲直りできました。お礼にこれをあげます。外から部屋を覗いてるとき、十字ボタンの上下左右を押すと、見える角度が変わりますの。一緒に遊びませんか？一緒に遊びませんか？BBS、あたり。花札です。あたり。サニオです。セリナです。栄養ドリンクです。サニオです。サニオです。あたり。親子丼です。セリナです。親子丼です。あたり。栄養ドリンクです。セリナです。セリナです。あたり。栄養ドリンクです。あたり。おめでとうございます。一つだけあげます。どれか選んでください。リストの項目もタッチしてスライドしてもスクロールすることができますの。いただきます。こんばんは。ちさのことをよく知らないのですが、私とちさとは気が合いそうですか？あ、そうですか。わかりました。プロフィールを全部入力すると星マークがつくみたいですよ。RRF2019のそっくりさん、2ヶ月ぶりですね。お腹が空きました。いただきます。お礼にこれもあげます。飛行機を見かけますが、どこから飛んでくるのでしょうか？いただきます。RRF2019 のそっくりさん、1ヶ月もどこに行ってたんですか？新しい服が欲しいです。お礼にこれをあげます。ミーの似顔絵チャンネルで、自分そっくりのミーが作れました。いただきます。
こんばんは。お腹の中を見てください。まあ、だからといってどうということはないんですけどね。お礼にこれもあげます。明日朝一に行くんです。だから早く寝ないと。いただきます。一緒に遊びませんか？じゃんけんぽん。バイボでしょ。あっち向いてほい。じゃんけんぽん。あっち向いてほい。おめでとうございます。一つだけあげます。世界征服という言葉ってちょっと魅力的だと思いませんか？いただきます。こんばんは。ソフィアのこともよく知らないのですが、私とソフィアとは気が合いそうですか？あ、そうですか。わかりました。最近不思議な夢をよく見ます。いただきます。遊びませんか？じゃんけんぽん。あっち向いてほい。じゃんけんぽん。あっち向いてほい。じゃんけんぽん。あっち向いてほい。おめでとうございます。やめられないことってありますよね。いただきます。いただきます。無縁です。いろんな意味でマイペースです。女性ミーと友達になりたいです。どんな話をすればいいでしょうか？わかりました。ではお話ができるよう頼んできてください。なるほど、わかりました。ちょっとお話ししてきます。ありがとうございます。おかげで友達になれました。お礼にこれもあげます。占いは信じるタイプです。
いただきます。いただきます。こんばんは。寝ている隙に男性ミーニカオに落書きされました。いただきます。いらっしゃいませ。お買い上げありがとうございます。お買い上げありがとうございます。お買い上げありがとうございました。いただきます。いただきます。1ヶ月も来てくれないなんてひどいです。セミ子と友達になりたいです。どんな感じで話せばいいでしょうか。わかりました。ではお話ができるよう頼んできてください。なるほど、わかりました。ちょっとお話ししてきます。ありがとうございます。おかげで友達になれました。お礼にこれもあげます。実は好きな人に対しては甘えん坊だったりします。いただきます。RRF2019 のそっくりさん、1ヶ月もどこに行ってたんですか？実は、
寂しがり屋だったりします。いただきます。いただきます。見つめちゃいやん。大成功。キちょっと体験してきます。お疲れ様でした。ためになりました。本当ガブレガブレカモンヌプトラス英雄デケラナイスワークのキックホップエブリバディエ。RRF2019 のそっくりさん、こんばんは。チサのこともよく知らないのですが、私とチサとは気が合いそうですか？そうなんですか？ちょっと気になってきました。いつまでもウジウジするのは嫌いです。時間がもったいないと思います。いただきます。みんなと仲良くしたいです。いただきます。
ございませ。お買い上げありがとうございました。私もうダメです。風邪も引きました。いただきます。熱が引いた気がします。お礼にこれもあげます。頑張って何かも成し遂げり、毎日楽しく暮らせたら、それでいいです。いただきます。こんばんは。おかがせりこです。おかがせりこです。おかがせりこです。ニックネーム。おかがせりこです。おかがせりこです。ニックネームはせりこ。2000。おかがせりこです。ニックネームはせりこ。この島の人たちがみんな仲良く暮らせたらなぁと思います。いただきます。いただきます。RRF2019 のゾークリーさん、こんばんは。一位ともえと友達になりたいです。どんな話をすればいいでしょうか。わかりました。では、お話ができるの頼んで聞いてください。なるほど、わかりました。ちょっとお話ししてきます。ありがとうございます。おかげで友達になれました。お礼にこれをあげます。毎日楽しく暮らせたらなと思います。いただきます。こんばんは。カオと友達になりたいです。どんな話をすればいいでしょうか。わかりました。では、お話ができるよう頼んできてください。なるほど、わかりました。ちょっとお話ししてきます。
ありがとうございます。おかげで友達になれました。かわいいもの。悩んでいるときに使う言葉を教えてください。あ、でいいですか。はい、わかりました。いらっしゃいませ。ご不要のものはございますか？ありがとうございます。ありがとうございました。いらっしゃいませ。お買い上げありがとうございます。お買い上げありがとうございます。ありがとうございました。こんばんは。ついているとってあるんでしょうか？インテリアをありがとうございます。ユニークな部屋ですね。爆笑。新しいインテリアをありがとうございます。とてもいい部屋ですね。気に入りました。ネスケグリーン、モリアックイエロー、ルイージレッド、ダンブルー、キノーキオーピンク、5人揃ってミーレンダユメカ。こんばんは。嬉しい時に使う言葉を教えてください。ハーピでいいですか？ハッピーでいいですか？はい、わかりました。私ってこの島のリーダーにふさわしいと思いませんか？いただきます。
ストーリーオイデンです。ニックネームはオイデン。2009年4月1日生まれのおじつじ座。作成者は RRF2019。 好きな色は青です。バク。それでは、あなたに聞きたいのコーナーです。普段じゃないので。ともえです。
んばんは。怒った時に使う言葉を教えてください。こんばんは。いらっしゃいませ。お買い上げありがとうございました。新しいインテリアをありがとうございます。なかなかいい部屋ですね。こんばんは。一と萌えとは2日に1回は遊んでます。いただきます。いただきます。